やっと来ましたかね。やっとですかね。今度は大丈夫ですかね。流れてます？皆さん見えてますか？うん、皆さん大丈夫ですかね。一応ここでは確認はしてますが、多分大丈夫そう。ご覧になっている方は一応ソーシャルストリームの方でも一言、お書き添えいただけると幸いです。はい、よろしくお願いします。遅くなりました、申し訳ございません。映ってますかね。木曜日の孫が住んでる、はい、いろんなことが起こりますね。うん、ああ、BABA さん見えてますってことで、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速、オープニングトークはパス。うん、行くんですか？回せと。回せと。改めて行け。やれと。はい。ということで改めて、はい、皆さんこんばんは。コアラとゆるゴール5 IT ニュースNOWの時間、ちょっと遅れて10分ちょっと。足らずぐらいの、はい、押しで始まりました。大変申し訳ございません。はい、BABA さん失礼しました。おせいよという書き込みをいただきました。ごめんなさい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 、本当申し訳ない。はい、ちょっと諸事情によりまして遅れました。はい、ということで今週もこの3人でお送りいたします。はいはい、まずゆるゴルゴ佐藤さんです。はい、佐藤です、よろしくお願いします。はい、そして真ん中は今週も小宮陽子ちゃんです。やっと会えました。また来たよ。はい、はい、大変お待たせしました。本当申し訳ない。いや本当申し訳ございませんが、本当に、はい、じゃあちょっとですね、もう一回お聞きしようかなと思うんですけど、すごい話題を最後聞くと、はい、まあ11月も半ばになるんですなんかすごいデジャブな感じで、はい、なんかね、気のせいですね、うん、はい、はい、まあ、結構ね、今日も雨が降って、はい、風も強かったので、うん、はい、はい、寒くなってまいりましたけれども、うん、寒いのは得意ですか？あ、もう全然得意じゃないですね。ダメと。ダメダメダメ、もう本当にダメです。結構あったかそうな、ね、寝るシャツというか、なんていうか、そこまた、はい、聞いてる、あ、着てらっしゃるみたいで。これ半袖でよ。半袖で。下は半袖。ちらっとこう。そう、ちらっと、はい、ちらっと、ね。下は何も。ね、何も着てなくないの。間違えた、ちょっとね、間違えた、指導が入った、ラベリング、そう、半袖、ね、そう、長袖が乾かなかったので、はい、ごめんね、本当申し訳ないね、はい、いいえ、うん、はい、ということで、はい、いろんなもんが並んでる、いろいろね、ございますので音が出たりとかですね、いろいろしますが、うん、早速、うん、早速の前に、はい、続きまして佐藤さん、はい、はい、今週、はい、今週はですね、ビッグニュースがありますよね。そうですね、はい、私、月曜日の、午前11時台かな、はい、にですね、うん、FM ポートの、南番組に出演をしまして、うん、そちらでですね、一応当初はタブレットとか Windows の新製品等についての解説をしてほしいという依頼がありましたので、それについて20分ほど、ちょっと喋らさせていただきました。はい、でその中でですね、実はこのコアラとゆるゴルゴ IT ニュースナウの宣伝告知も、この番組の告知まで、はい、ありがとうございます。FM 放送でさせていただきましたよ。その瞬間に P とか入りませんでした？P ですか？P は入らなかったんですけれども、はい、ゆるゴルゴ言ったら、はい、MC が午前中のだから立石さんか、立石さんがバカ受けしまして、ゆるゴルゴに、ゆるゴルゴって言葉に、それは何、あまりにもその言葉に合ってるからというか、いや、わかりません、そこ聞けませんでした。言葉にね、ゆるゴルゴ感がこう、うん、たくさんあるみたいな。ゆるいですもんね。ゆるいと思います。目いっぱい言われてますから、はい、すいません。そんな、はい、うん、そんなちょっと出来事がありましてですね。それは貴重な時間を、うん。そうですね。緊張しました？しましたよ、もう、そりゃ、うん、何が緊張したかって、その日、鼻声だったんですよ、私。ああ、そうなんですか。ここのとこね、風邪ひいていらっしゃったということで。それで緊張して喋ったおかげで、はい、風邪が治ったっていう感じで。風邪が治った。風邪治った。治りましたね。治った。あ、よかったですね。うん。うんうん、もうだからその20分間鼻声状態で
いつなんかこう声がおかしくなるかっていうのもビクビクしながら喋ったという、すごい緊張しましたね。なんかでもあの書き込みで、ね、声が良かったなっていう、さすが佐藤さんみたいな書き込みがありましたけど、はい、私見ましたよ。もう鼻声でテンパってましたよ。ああそうですか。色っぽかったんですかね。セクシーな感じで。いや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 。ないな。ない。ないな。ないな。それはないな。いや、ソーシャルストリームで相棒がいなかったからって書いてますよ。誰や。相棒。コアラさんがね。ということでですね、はい、はい、いろんなことがあった1週間でございますけれども、それでは初めのコーナー、今週あった内容、旬の内容をお届けします。トピックのコーナーからまず参りましょう、はい、それではこちらをご覧くださいと、抜けますか、はい、はい、ありがとうございます。初めの話題、善意の悪用、うん、何のことだかね、いいことを悪いことに使っちゃうってことですね。そういうことです。他の方のね、すごくこう善意でやってくれたことを悪用しちゃうっていう内容が今週ちょっとありましたので、それを少しご紹介して、はい、ちょっとね、あの珍しくというか私も言いたいことがありますので、うん、はい、あのお話したいと思います。逗子、はい、のストーカー事件、小宮さんご存知ですか。いや、これは、先週ですね、先週発覚した事件ですが、はい、あるところで女性が殺されていたと。そして同じ建物の中で、確か同じ建物の中でだったと思いますが、うん、男性が首を吊って自殺していたと。あ、はい、でその男性はその女性にずっとストーカー行為を繰り返していた。ああ、何年もの間繰り返して、思い出しました、はい、その女性は実は結婚していたんですね、うん、はい、元々は結婚してなかったんですけども、うん、そのストーカー行為の中、はい、結婚して逃げていたという状況だったんですけども、残念ながら最終的にはこういう、うん、はい、形になりました。まあ、あの事件の内容はね、いろんなところで報道されていると思いますので、うん、それについてはさておきまして、まあ、IT ニュースナウということなので、うん、IT 関係の話を、そう、これがあるんですよ、はい、実はその男性の方、まあ、殺した側というんでしょうかね、うん、追っかけていた側の人が質問をですね、掲示板やらいろんなところに書き込んでいたということなんです。例えばツイッターで場所特定は可能でしょうかとか、ツイッターを使うとその人がどこにいるか分かるでしょうかっていう話とか、あと、誰々さんっていう恩人を探してるんだけれども、はい、恩人を探してるんだけれども、その恩人は、どこに いるかご存知の方いらっしゃいますでしょうかみたいな形の内容でした、うん、はい、で当然ですね、それに対して親切な方は答えを書いたりするわけですね、うん、知ってる情報を書き込んであげたりするわけですよ。で結局この犯人というのはそれを悪用して、まあ、それも一部利用しながらその本人を、まあ、結局特定してしまうわけですね、どこにいるのか。ということでですね、この中身というのは非常にこういろんなものを含んでいますが、ここだけちょっと取り出して考えてみると、ごめんなさい、一つ飛ばしました、まあ、やっぱり安易にですね、知らない方というか、うん、あまり信用のしてない方からの質問には応じない方がいいのかなという気がしています、うん、特にあの個人情報に関するものですね、先ほどお話した誰々さんについてご存知の方いらっしゃいますかと、うん、恩人なのでぜひお礼がしたいんですみたいな形で書いてあったとしても、それは実際は逆に使われてしまったということなんですよね、うんうん、結局ね、このあたりからですね、私がお話したいことというのになってくるわけなんですが、小宮さん、この言葉を見たことありますか。拡散希望、あ、あります、うんうんうん、あのいっぱい情報流してね、そういうことっていうので、はい、なんかいろいろ文字の後に、うんうん、でそうすると、まあ、知り合いとかそういうところに情報を流 す、ね、そうですよね、はい、Facebook でいうとシェアっていう仕組みですし、Twitter でいうとリツイート、はい、ミクシーってそういうのあるんですか。ミクシーはないんですね、うん、なるほど、うん、
まあ、そういう形で、まあ、SNS の場合だとすごくねこう広がりをすぐに作ることができるので、逆にその拡散希望と書くことによって広げてほしいみたいなものがね、ありますけれども、やはりですねこれを見た時にどう行動するかというのはすごく大切なことだと思うんですよね。やはり安易なシェアとかリツイートは控えた方がいいんじゃないかなというのが私の考えです。その内容が正しいかどうかわからないですからね。行方不明の誰々さんを探していますとかですね、あとあの何々が亡くなったので見かけた方はみたいな、はいはい、見たことないですか。何々が盗まれたので見た方、まあ、車とか自転車のことが多いですけど、それもですね実際にその本当に盗まれたかどうかなんかわからないわけですよ、本当はね。なのでそれが分かっている方はもちろんシェアしていただければいいと思いますが、分からないんであれば安易なシェアとかリツイートは控えた方がいいかなというのが私の考えなんですが、佐藤さんどうお考えですか。そうですね、安易なっていうのは本当にその通りなんですよ。結構この拡散希望とかシェア希望っていうのを見ると、その内容詳細をあまり見ないで半ば条件反射みたいにそのリツイートをしている人っていうのは結構多いんですよね。またツイッターなどではその拡散希望っていう文字をプログラムで拾って自動的にリツイートするような、そういうアカウントを作っている、まあ、いわゆるボットってやつなんですけれども、あそれはじゃあ、人間が主導で、そのシェアしてるわけじゃなくて、そのプログラムが自動でシェアしちゃうっていう仕組みを作る人がいる。そういうのを、ツイッターでは特にやってる例が多いんで、だから拡散希望っていう文字を書いてツイートをすると、ものの一瞬のうちにリツイートがもう勝手にされていると、そういうものはよく見かけるんですね。なるほど、だからある程度やっぱり内容を見て、もしくは相手の人を見て、この人が書いてるものであれば信用信頼ができるものだから、じゃあこれはいろんな人に伝えていこうとか、そのようにやっぱり見極める姿勢というのも大事ですね。書く人もこれが正しいものなのかとか、そういったものをしっかり判断した上で、でもしそれが間違いだっていうのを気づいたら即削除するなどのですね、素早い対応というのも大事ですね。その後にこれは誤った情報を流したんで、もしそれを流した人がいたらちゃんとそれも伝えてねっていうふうにする、その姿勢も大事ですね。 SNS というのは間違った情報が結構流れることはあるんですけど、それの訂正のスピードも速いっていうところがまたね、いいところでもあります。この間流れたこの情報は間違いでしたみたいなことを拡散することは比較的簡単なので、そういう意味ではね、間違った情報を流してしまった時には早めの訂正というのが大事だということですね。はい、今朝もちょうどですね、情報を鵜呑みにしないというふうに私は思ってるんですけど、今朝午前中に流れたニュース、ご存知ですか、アナウンサーに関するニュース。なんかそういえばなんとなく見ました。はい、ちょっとね、お話ししにくいところですけれども、朝のニュースとかいろんなところで見ていた M アナウンサー、 NHK の M、森本さんというアナウンサーが痴漢の容疑で逮捕されまして、で本人は覚えていないということらしいので、これをですね、いやあの人痴漢したんだってとかっていうふうに言ってしまわないようにしたいっていうのが今日言いたいことなんです。はい、まだそれ確定したわけじゃないので、実際にね何も分からず、やってたかもしれないしやってないかもしれないので、その段階でもうやったんだってっていう言い方だけはやめましょうよっていうのが私の言いたいところです。はい、すいませんちょっと余計なこと、はい、ということでございます。じゃあ2つ目参ります。4000個、なんだろう、4000個、はい、まあ、この今日のですね、今日のというかこの IT ニュースナウの名物コーナーはスイーツのコーナーなんですけども、この4000個もスイーツに関する内容です。はい、4000個何かと言いますと、京都教育大の購買部で20個の焼きプリンを発注したはずと思っていた女子職員のところへなんと4000個届きます。全然数違うじゃないですか。全然数違いきます、200倍、びっくりです、ね、さあびっくり、さあどうしましょうって話になって、
近隣の大学など20店舗に協力依頼、頼むからさばいてくねろっかと、うん、あ、くねろっかとは言わないですね、くれなはれーまあね、はい、そうなんだろう、はい、そまあまあ、いや多分そんな感じです、くれなはれー、はい、ということでですね、はいはい、あの慌てて配ったわけですね、うん、そしたらですね、まあ、その時にポップなど当然ねたくさん発注しちゃいましたごめんなさいみたいな、皆さんもしよかったら買ってくださいっていうポップであるとか、はい、あと、まあもともと105円だったものを70円で売ったりとか、うん、そういう値下げなどもあり、学生の間で非常に話題になったんですね、うん、でツイッターやフェイスブックなどで一気に広がって、結局最終的にどうなったか、最終的には拡散し当日中に完売です。4000個、うん、すごいすごいですよね、本当にすごいと思います、まあ、これが SNS の力ですよね、ある意味ね、情報拡散力はものすごく強い、先ほどのお話の逆というようなお話ですよね、いい方向に使うとこういうことが起こるということですね、はい、佐藤さん、この話題については何か。そうですね、この短期間のその拡散力っていうのはツイッター本当にすごいんですよ、うん、ちょっとまあ、あまりいい話題ではないんですけれども、同じような例で以前あったのが、都内のですね、確か家電量販店の、トイレで、トイレで、うん、ちょっと汚い話なんですが、紙がないっていう状態になった、うん、それをツイッターで書き込んだとそしたらそれが拡散されて、はい、実際にその場所に誰かが紙を届けたっていう、そういう話が実際にあったんですよ。それは食事中の方すいません、いやいや、すごいといえばすごいけど、うん、ピンポイントで来たそうなんですよ、その場所に、うん、何階のここのトイレでっていうふうに言ったら、うん、それが拡散されて実際届けた人がいたと、神来た、うん、神来たみたいな、神来たみたいな、そうそうそう、神来たみたいな、ペーパーすいません、はい、うん、申し訳ないです、はい、はい、それすごいですね、うん、まあ、便利といえば便利ですね、うん、ツイッターの拡散力の凄さの象徴的なエピソードなんですね、うん、なるほど、うん、はい、私に言わせるとですね、でもまあそれいいところはいいんですよ、うん、いいところはいいんですけど、私に言わせると4000個っていう発注を受けた業者、うん、要するにまあ4000個届けた業者って意味ですよ、うんうん、なんでこれ確認しなかったのかなって。そうですね、いつもだって多分何十個しか注文しないんですよ、うんうん、いきなりある日200倍ですよ、うん、それないでしょうというふうに思うんですが、うんうん、まあ、その辺についてはなんか佐藤さん少しご存知のようで、うん、なぜその200倍もの発注を何も考えずにっていうわけじゃないけど、うん、疑いもなく届けたのか。通常であればその、仕入れ元というかその商品を提供する側はチェック体制があって、うん、その数字が不自然であればっていうのなんですけれども、うん、生協からの注文についてはあまりそのチェック体制が整ってなかったらしくて、まあ、そういう数字が来ても不自然さがなかったらしいんですね。あ、チェックしてないってことですか。だからチェックがやっぱりと、きちんと機能してなかった。お、そうなんですよ。なるほど。通常であれば普通のルートでの注文だったら、うん、このお店だったらこういうふうに来るのはおかしいとか、うん、そういうふうになるんですけれども、ですよね、生協の購買部っていうところから来た場合のっていうのはあまりそのチェックが、機能してなかったそうですね。まあ、数字のまま行きましょうってことですね。うん、うん、20個と4000個間違えて、でもすごいですよね。すごいですよね、うん、どうしたらですよね。そうそうそう、だからね、その辺も、まあ、それがね、20個が200個とか2000個ならわかるんですけど、まだね、ゼロをたくさん押しちゃったとかね、4000個なので、20個入り200個にしちゃったのかなとか、ああ、そうかもしれないですね、いろいろね、考えるところはちょっとわかんないですけど、そうですね、はい、間違っても私が3999個買うとかそういうことはないですしあ、なんかそういうツッコミが入ってますね、入ってました、はい、そんなことはないです。これこそね、ツイッターで調べてみてもいいのかもしれないね。だってプリンは飲み物なんでしょ。え、プリンは飲み物ですか。いや、それはそこの自販機だけにしといてください、ね、はい、ね、この公民館プラージュに来ていただくと、プリンのドリンクがあります。はい、はい、ぜひお近くに来られた際はお試しください、はい、ということでございます。はい、ということで私のトピックのコーナーは以上になりますと、はい、いうことで、はい、はい、さて、うん、じゃあ小宮さん、本読みます。本読みますよ、突然ですけど、たまに、はい、たまに漫画本から、そうですね、うん、
哲学の本も読みますし、でも漢字弱いですけどね。漢字は別にそれはね、うん、調べながら行けばいいですのでね、うん、それは大丈夫だと思いますが、うんうん、なるほど。その辺からやっぱりその、うん、ボキャブラリーというか言葉遣いみたいなものというか、うん、そういったものもやっぱり学べるというか、学べます、なんでしょうかね。はい、ですよね。全然、うん、はい、まあ、あのずっと古代の時代からですね、紙に字が書いてあるのが本という形だったんですけども、はい、最近少しね変わってきたのはご存知ですか？知ってます。あの、はい、こうやって大きい、はい、iPad とかね、 iPad とかね、うん、でめくりながらデジタルで本を読めるようになったっていう、はい、それこそあのAmazon、はいはい、Amazon ね、チョコ本とか売ってますけども、そこもそういうアプリっていうか、うんうん、購入できるようになったって言って、そうですね、話題になってましたね、うんうん、ちゃんと本で読むか、それともこういうパソコン、インターネットっていうのでアプリ取って読むかみたいな、そうですよね、うんうんうん、ということでですね、はい、あの IT 機器ならではの本の読み方っていうんですかね、うんうん、それが電子書籍ということでございます、はい、今週の特集、はい、それでは佐藤さんよろしくお願いします。はい、失礼しました、ノイズが入りましたが、今週のテーマはということでですね、こちら電子書籍ということで、はい、これあれどう見てもこれ古くね。あ、そうでしたね、古くね。あ、ゲームボーイかと思いました。いいご指摘ありがとうございます。あ、ゲームボーイね。実はですね、今出した写真は、これは日本国内で最初に発売された電子書籍の機械なんですね。当時は電子ブックリーダーとかそんな風にも呼ばれていました。90年代前半に実はもうその機械そのものは発売されていました。なので電子書籍、まあ、最近の聞いたようなキーワードのようにも見えるんですが、結構前からあったというものなんですね。で、今はじゃあどういうものかというと、今小宮さんからも話があったこういったですね、機器に変化しているということですね。時代とともに移り変わってきたこの電子書籍、今日はですね、この電子書籍を、キーワードとしてですね、紹介をしていきたいと、そのように思います。まずこの電子書籍、やはりですね、あの非常に便利であると、これは間違いはないわけですけど、どういった点がじゃあ便利なのかというのをですね、ちょっとまとめてみました。これだ、電子書籍のメリットということでですね、うん、3つ出してみました。まず1つ目のキーワード、このまとめることができるというふうに書いてみました。はいはい、うん、まとめるというキーワード、ま、ちょっとざっくり書いたんですけれども、うん、あの電子書籍っていうのは1つの機械の中で何冊もの本を、うん、要は登録することができるわけですね、うん、通常の紙の本であれば1冊1冊別々にもう 読むんであれば持っていかなきゃいけないわけですから、かさばります。ですがそれを1台の機械の中で何冊も入れることができますんで、うん、1つの薄い状態で何冊もの本を読むことができる。これがまずは1つ目のまとめるというキーワードです、うん、で2つ目のまとめるっていうのは、1冊その読もうと思った本をいろんな機械で読むことができるっていうのも特徴なんですね、うん、例えばその iPad などのそういったタブレットの機械だったりとか、うん、あとはパソコン上で読むとか、うん、そういったものが、一冊の本なんだけれどもいろんな機械のところで読むことができるというふうにもなっております。これがまずは一つ目のまとめるというキーワードですね、うんうん、で2番目の印刷コストを軽減できる、これは紙に印刷をするということがしなくていいわけです、うん、情報としての提供のみになりますので、いわゆる、そのし、うん、ともう制作をするその費用がいらないわけなんですね。そうですね、うん、だからその紙の部分のコストをですね、かなり軽減をすることができますよということです、はい、で3番目、これもデータであるからこその特徴なんですが、絶版という概念がないんですね。あー、なるほどね、うん、はい、本であればそれを印刷をするという工程をやらなければそれは店頭には出回らなくなる、これがいわゆる絶版というものですけれども、データとしての提供であればそれはあの作成をするというのがどこかにいわゆるネット上に残しておくというのであれば、これでもう提供できるわけですから、絶版という概念が実質的になくなるわけですね、はい、うん、これがまあメリットとして挙げられていきます。なるほど、うん、そうですね、うん、でこのようにメリットだけ見ると非常にだから便利そうだからすぐでも使いそうじゃないですか、
うん、そうですね、うんうん、でも不思議なんです、普及しないんですよ。そうですね、さっきも言ったように90年代から電子書籍そのものは機械も出ている、うん、提供されてるわけです。だったら便利だったらみんな使いそうじゃないですか、うん、でもこの20年経過してる、うん、今時点でもそんなに普及してません、はい、なんでだろうねと、うん、普及しないなりのやっぱり理由があるんですね、はい、それがなぜか。普及しない理由としてはこういった、まず4つ出してみました。まず1つ目、読みにくい、うん、画面の字を読むっていうのが細かくてなかなか読みにくい。そうですね、うんうん、これがまずは1つ、うん、2つ目、読める本が少ない、うん、はい、出版されてる本すべてが電子書籍になってるわけではないという状況なので、それを私この本を読みたいって思った時にその本が電子書籍でなければ紙で買うしかないわけですね。でそれが決して多くはない。なぜ多くはないかっていうのが3番目の理由にきます。これが機器やアプリに依存しているってことなんです。つまりその本を読むための機械で、この機械ではこの本を読むことができる、一方ではこの本はこの機械では読むことができない、うん、といったのを読むことができる本とできない本がそれぞれ発生している。だから読みたい本があるときにはこの機械を買わなきゃいけないとか、うん、この本を読みたいと思ったらこのアプリを入れなきゃいけないとか、うん、それが逆に面倒になっちゃうんですね、うんうん、はい、そして4番目、これ結構大事な点で、手書きできない。そうですね、うんうん、なんかこう書いておいたりとかマーカーとか書きたくなるんですよね、うん、それができないってなったらただ読むだけだとちょっと本としてはいつもやってることができないって言ったらちょっと使いたくないなという話になるんです。結果どうなっちゃうかというと、ごめんなさい、こっちだ、やっぱ本は紙で読むもんだねって、うん、やっぱ本は紙だという方向に思考が向いちゃうんですね。まだこういうふうなことをおっしゃる方はね、結構たくさんいらっしゃいますよね、うん、やっぱり紙じゃないとねみたいな、うんうん、これが今の時点では電子書籍が普及しない、うん、大きな理由になっているということであります、はい、でもじゃあそのままでいるというわけでもありません、うん、状況は変わってます。最新の技術においてですね、いろんなことがちゃんと改善されています、うん、まあ、今お話していた文字の大きさへの変更という意味で対応で言えば大きさを変えることができる、はい、ちょうど虫眼鏡で見るような感じで大きくしたりすることができるようになっていますので、うん、読みやすさについてはその点では大きく読むことができれば改善されていきます。また、2番目の縦書きへの対応、うん、やっぱり本とか小説とかですとやっぱり縦書きです、はい、でもパソコンでの文字っていうのは横書きが多いです、うん、でもそれを縦書きでの書籍などもどんどん提供されていますので、うん、いつもの読みやすい縦書きの本を、読むということも可能になっています。まあ、この辺は後でですね、電子書籍の例などもですね、いくつかご覧いただいてどんなような感じかをですね確かめてもらいたいと思いますけれども、はい、3番目、暗い場所でも見やすい。うん、本って結構暗いところで読むことって多いんですよね。そうですね、うんうん、で元々の機械は暗いところだともう画面も見えないというのも多かったんですけれども、うん、今はですね暗い場所でも非常に見やすく、ですね、改善されています。で4番目のバッテリー持続時間、うん、読もうと思ったら電池切れてたではしょうがないんですよね、うん、なのでここをですね、読みやす長い時間でも読めるようにこの電池の持続時間を長くしている、はい、といったですね点なども、大きな特徴として挙げられています、うん、そしてもう一つ結構大事な点がありました。それがこちら白黒画面ということなんです。カラーの方が色がついて読みやすそうに見えるじゃないですか、うん、でも本って本当は白黒の方が読みやすいんですよ、うんうん、そこが非常に大きなですね最新の技術という意味での対応になっております。でじゃあどんな風になっているかということでですね、はい、実際のですね本の事例をですね、ちょっと池口さんの方に今出していただきましたので、はい、それをですね、ちょっと見てみていただければなと思います。電子書籍というものではないんですが電子書籍風のものをうん、ご用意してみましたので、うん、ちょっとご覧いただければと思いますが、うん、いいでしょうかね、はい、こんな感じか、はい、
まあ、めくるとですね、こんな感じでこうめくれていくわけですね、はい、こんな感じでめくれていきます、うん、本当に普通の本と同じような感じで読むことができるようになってるんですね、はい、こんな風にですね、うんうん、逆に戻すことももちろんできますと、うん、で文字の大きさとかも大きくしたり小さくしたりできますので、うん、ああ本当だ、このくらいまでは大きくなりますと、うん、こんな感じでですね、はい、大きくすることが可能です、うんうん、これ当然今縦書きにしてますからこう1ページになってますけど、はい、これを横にすると2ページ、うん、ということも可能です、うん、見開きの感じですね、はい、開きでこんな感じですね、うん、こんな風にですね、はい、読むことができますよ、はい、これだけ今技術は進歩してると、うん、ことなんですね、はい、はい、さあこのようにですね、最新の技術においてですねどんどん電子書籍は進化を遂げております、はい、でもさらなる起爆剤があるんです。何、実はその答えはもうさっき小宮さんがもう答えを言っちゃったんですね。嘘、なんだろう、何ですかね、言っちゃったんですよ。それは何かというとこれです。お、出てこねえ、アマゾン、アマゾンですね。アマゾン来たって感じですね、はい、あのちなみにこれアマゾンの段ボール箱を使った、うん、フィギュアというなんですけども、可愛いですよね、はい、このアマゾンがその電子書籍の機械、うん、まあ、Kindle というのですね、うん、ハードですが、これを出したのが非常に大きいんですよ。なるほど、うん、なぜアマゾンが出したことが大きいのか、うん、その最大の要点はこちらなんです。アマゾンというのはもともと書籍を販売しているところですから、ね、うん、読める本が多いんですね、うん、だからもうその提供元の本が多いと。しかもアマゾンというサイトで本を買ったり、うん、本を調べたりする人が多い、つまり見に来る人も多いんですよ、うん、そうですね、うん、だからそこでの関心度も高いと、うん、でこれはもうそのすでに出版されている本という点ではそうなんですけれども、はい、もう一つアマゾンすごいことやってるんです。3番目の出版の敷居が下がったというキーワードなんです。はいはいはい、つまりアマゾン、うん、自費出版がこの場ですぐできるんです。自費出版っていうか自分が作ったの。そうです、すごい、自分で書いた本をアマゾンで、売り込むことができるという。あら、まあ、それがこのダイレクトパブリッシングというサービスなんですが、アマゾンの無料の会員登録している方であれば誰でも本を出せます。そういうのがあったんですね。そうです、これ電子データだからすっごい安くでできそうですね。できますね。自費っていうかね、自分の自己負担の部分っていうのはすごく少なくで済みそうですね、うん、はい、で一応設定としては書籍の販売の代金のうち自分をいくら分割り取りますよっていう割合なども変更できるそうですので、あ、そうなんですね、ロイヤリティとかもある程度何パーセントっていうのを設定ができると。うん、だから本を出したいっていう人が気軽に出すことができますよと、うん、こういった特徴もあるわけです、うん、というですね、電子書籍、このアマゾンというですね、存在が、あることによって、私は普及の条件は揃ったと思います、はい、あとは次の一手というのが出ることによって、電子書籍の、存在は大きくなっていきます。次の一手、それは分かりません。あ、分かんない、分かんない、まだもう一つどうするかによって変わるってことですね、それは次の一手次第、はい、なるほど、なるほどですね、はい、じゃあ巻きも入ったんで、そろそろ、最後の一言いきたいと思います、はい、最後の一言はこちら、はい、まず読みましょうと。あ、そうですね、紙になろうが電子になろうが読まねえ人は読まねえんです。それはそうだ、まず読もう、本は読んでこそのものです。それはそうだ、枕にしちゃいけませんという話ですね。はい、はい、というオチでございました。ありがとうございます。最近のね、その本の読み方の中に、あのほら、たくさん読むのを多読とか乱読とかって言いますよね、はい、読まない人のことは積読っていうそうです。そうです、積んでおくということは積読ですね、はい、うまい、私がうまいわけじゃなくてね、はい、そうなんですよ、はい、ということでですね、できれば買った本は少なくとも読みましょうと、はい、いうことですね、はい、図書館などもうまく利用して読書の機会を、うん、まあ、せっかくの秋で、秋はもう終わったか、
まもなく冬ですけれども、増やしていただければというふうに思います、はい、佐藤さんありがとうございました。はい、さてそれでは、ここで恒例の音の箱コーナーへ参りたいと思います。ロビーにも皆さんね、見に来てくださいまして、はい、お客様がね、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、音の箱コーナーということで、今日は、私4回目ですけども、はい、またちょっと歌を歌わせていただきます。生歌きたー、ありがとうございます。初めて見る方もいると思うので、うんうん、改めて自己紹介なんですけど、新潟の黒崎の方にですね、音の箱音楽事務所という事務所がありまして、そこに所属しています小宮陽子と申します。昨年7月に全国に CD を発売させていただきまして、今地元にいながら新潟から全国へということで頑張っています。9月の17日にはですね、スタジオアッシュでメッセージというセカンドアルバムも発売させていただきました。こちらですね、はい、小宮陽子メッセージということで発売しましたので、昨日あこの前 と、先週とその先々週はメッセージの中から曲を送ったんですけども、うん、先ほどお話ありましたね、 Amazon でも、うんうん、ファーストアルバムとセカンドアルバムも発売してますので、ぜひ皆さんそちらでもご購入お願いします。ということで今日は久しぶりにですね、うんうん、写真のファーストアルバムの中から、うん、ちょっとパンチのある曲をパンチのある曲ということで、はい、大宮駅というですね、家での歌を歌いたいと思います。家での歌、大宮駅ですね。ですあの上越新幹線の大宮駅でよろしかったですかね。大宮っていうところ で、ね、家にして降りた時のことをちょっと歌にしたのがあるので、はい、ちょっと尺は短くなるんですけども、ちょっと歌わせてもらおうかなと思います。楽しみですね。はい、それではよろしくお願いします。はい、それではスタンバイ入ります。はい、はい、今、スタンバイ入っておりますけれども、あのスタンバイ中ですね、今、プロデューサーの方から場をつなげという指示が出ておりました。どのように場をつなぐかもですね、何も決まってない状態で、さあどうしてくれようというですね、またいつもの無茶ぶりが入ったわけでございます。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、ではお待たせいたしました、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、佐藤さん。ということで、つないでいただきまして、では皆さんにですね、今日は観客もいるということなので非常に、緊張しますけども、大宮駅という歌を聴いてください。She
ぜひ17日、ふるさと村でイベントがあります。本宮ひろみさんと、ふるさと村の方に、イベントがあって出ますので、ぜひホームページ、音の箱の方でホームページ詳細載ってますので、皆さんライブ見に来てください。待ってまーす。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。まだ時間これからですね。はい、あ、すみません。17日ですね。土曜日、あさってですね。あさってですね。あさってですね。はい、おそれは楽しみだ。時間がホームページをご覧くださいと。ちょっと今確認してます。いうことですね。後ほど、はい、後ほどじゃあ案内を、いたしたいと思います。はい。さて、うん、いきますか。はい。いつものやつ。いつものやつですか。はい。いつものやついきますか。大丈夫ですね。はい。準備 OK ですね。はい。うん、じゃあ、マイク入ってますか。調子いいでしょうか。マイクの、はい。じゃあリバーブお願いします。スイーツ男子佐藤&スイーツ女子陽子のコーナー。ということで今週もやってまいりました。スイーツを食べてもらって実況中継のコーナーです。はい、ちょっと長くなりました。ですね。はい、ということでですね、今週はこちら、新潟市内ちょっと飛び出しまして、たまたま私今日村上行ってきましたので。ちょっと待って、もしかして。はい、超有名店、はい、村上といえばここでしょう的な、はい、はい、うん、村京さんへ行ってまいりましたので、うん、こちらのケーキをご用意しております。うん、通常だとですね、村京といえば、うん、クレープ、うんうんうん、クレープといえば村京と、うん、いうぐらいな感じになっておりますけれども、うん、あえてそれを外しまして、お村上ならではの、うん、はい、ものをご用意させていただきました。うん、はい、うん、それではお持ちします。うん、スイーツ夫婦って誰と誰？意味がわからない。そりゃもう決まってるじゃないですかねえ。はい、それではお二人にはですね、このまずこの放送というかを外すっていうミッションがありますので、はい、ゆっくり外していただいて、こちらになります。ありがとうございます。本日ご用意したスイーツは、うん、村京さんの村上茶のロールケーキでございます。うん、まあ、ご覧の通りですね、緑色、お茶の成分たっぷりのロールケーキ、真ん中の方にはあんこも入っておりますと。いいですね。ということで何度も申し上げますが、この絵にニーズがあるのかと。まあ間違いなくですね、はい、ないですね。こうすべきですよね。はい、あ、こうか。なるほどね、はい、目線ですね。目線ね、ちょっと高すぎるかな。あ、ちょっとこの辺にしとくか。その辺ですね。うん、はい、この辺ですね。美味しそう。じゃあ、はい、食べる準備をまずしていただいて。はい、はい、あ、失礼しました。はい、はい、周りの放送とかを撮ってですね。殺そうかな。だからスイーツはいいんですけれども、はい、鮭とか村上牛スイーツになるんですか。村上牛？え、いや、ソーシャルストリーム。ああ。あ、うん、こういう。だからお茶を飲むように一気にとか無理。さっき言プリン飲み物とか言ってましたけど、これ飲み物ならんでしょ。間違いなく。かなり厳しいですね。うん、はい、飲む。間違いなく厳しいですよ。はい、うん、ということで、あ、それもこの辺に適当に見せて、はい、あ、やべえ、危ねえ。そう、ここの放送取らないで食べるとこだった。危険すぎる。そのままダイレクトにガリガガガジガジみたいな。これこそなんか吸引の世界になりますよね。本当に。あ、これね、下の方に。あ、下の方なんですか。あ、本当だ。そう、やべえ。じゃあスペースを若干作る。ああ、なんてことだ。いやいやいや、チェンジだよ。うわ、チェンジね、今話題のチェンジですね。はいはい、はい、いいですね、ありがとうございます。さあ、ということで、だから横からとか、はい、横からとか、ね、はい、いろいろね、うん、さあ、では、はい、ということで、はい、はい、それでは佐藤さん、まず、
決めポーズを一つお願いします。はい、決めポーズ？え、あの3219でいきますので、それを持ってポスターに映るとしたらどんなポーズでいくかちょっと考えておいてくださいね。すごい、そんなの感じしたんだ。はい、あのそれで、この1週間で、もうちょい引いてもらっていいですか。はい、カメラさんもうちょっと引いてくださいね。うん、あ、いいですね。そのくらいでいきましょうか。うん、はい。じゃあ佐藤さんいきますよ。はい、はいはい、それでは決めポーズいきます。はい、3、2、1。かっこいい。それなな、テーマは？え、あの今のキリ、今のキリ、あ、キリって、キリって、キリに小さい2ね。そう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 。あ、なるほど。キリ、なんかでも全然キリじゃないの今の、ね。そうなんですか、ゆるいんですね。あ、ゆるい、あ、ゆるいからね。あ、ゆるいからね。そうじゃないですか。あ、それは、あ、それは、あ、確かにその通りだ。はい、ありがとうございます。はい。はい、うん。じゃあちょっとあの先食べます？それとも先にあのスイーツ女子陽子のあの。ポスターいきます？え、あ、まあ、さ先食べ食べますかね。先行きましょう。はい、あのなんかハードルが非常に高くなる危険性が高いんで、はい、先に行っちゃいます、はい。ちなみに中のクリームってどんなあれだったんですか？ん？これあのほら外は抹茶じゃないですか。はいはい、中は？あ、中は非常にシンプルな、うん、通常の生クリームということになっておりますので、うん、はい。じゃあ、あんこも若干入っております。あんこも入ってますね。はい、はい、じゃあいただきます。よいしょ。よいしょ。こんな感じですかね。うん、こんな感じでですね。はい、じゃあいただきます。はい、お、今日はアップならないね。しなくていいです。しなくていい。美味しそう。いかがですか。うん、いや、抹茶がすごい香ばしい感じで、ただ、うん、生クリームがマッチしてます。マッチしている。お、合っていると、うん。ただごめんなさい、今。あんこに行ってなかったです。あんこに行ってなかった。はい、じゃあ二口目あんこ行きましたね。あんこ、あんこ付近を。うん、で、あのソーシャルストリームで普通に行った方がいるんですね。普通に来た方が言われてる。確実に行ってるんで、普通にまあ行くなということで行きます。行きます。男食い。はい、行きます。お、ついに。わー、すごい。半分行った。いいな、贅沢な食べ方。うん。うん。うん、これあの佐藤さん、それ食べた後喋れるかどうか考えて食べた？ん？考えてます。食いしん坊の食べ方ですね。考えてるわけないじゃないですか。そりゃそうだ、そりゃそうだ、うんうん、ごめんなさい、本当に考えてなかった。それだけ食べると飲み込むのに時間かかるでしょ、それ、うんうん、はい、あんこ素晴らしい。あんこ素晴らしい、うん、やっぱジャパニーズスイーツな感じですかね。そうですね、うんうん、いや、これはもう皆さんぜひ食べてください。うん、素晴らしいの一言です。これあの今回は村京の、うん、上林店の方で、うん、ケーキハウス村京の方で買わせていただきましたが、本店でも多分販売していると思います、うん、はい、はい、それでは、うん、スイーツ女子いきますか。恥ずかしいね。なんかすごい恥ずかしい。なかなかね、あのなんかね、可愛いキャラだったらあれですけどね。大丈夫です、汚れどころはもう全部私今もう。じゃあ、じゃあいきますよ、はい、うん、まずは、ポスター通りから参ります。いいですか、はい、3、2、1。いやー、とっても素敵でした。可愛 い感じでね。可愛 いかな。スイーツ女子陽子ちゃんな感じでよかったと思いますよ。、はい、それでは、はい、お召し上がりいただいて、はい、ね、いただきます。ご感想をお聞かせください、はいはい、皆様を代表して、よいしょ、わー、おいしそう、いただきます。はい、うん、うん、思ったよりさっぱりしてる。思ったよりさっぱりしてる。すごいおいしい。これあの抹茶なんですけど、うん、ぜひね、濃い渋いお茶と一緒に召し上がっていただきたい感じ。すごく美味しい。お茶&お茶で行った方がいいと。お茶&お茶で行った方がいいと、うん、でも意外と紅茶も合いそうな。あ、そうなんですね。そう、コーヒーも合いそうとか言います。お茶系、お茶系がいいと私は。なるほど、うん、日本茶でも紅茶でもいけちゃいますよと。生クリームも美味しい。生クリームも美味しい。もうやられちゃったって感じですかね。美味しいですね。美味しいですね。すごいさっぱりしてるので、それこそあのさっきガブって言った感じで言っても、うんうんうん、あの甘ったるいっていうのがなくて、うんうん、多分パクパクって、うん、そういけちゃう。
お茶のケーキって、うん、あの緑色してるだけで、うん、あんまりお茶の風味がしないケーキってありますよね、うんはい、そういうのと比べてどうですか。もう全然お茶って感じな、すごい、しかもね香りもすごいいいんですよ、これだけでも全然あのお茶のあの緑の香りっていうんですかね、はいはいはい、はい、抹茶の香りがすごいして美味しいですよ、とあんこのね、そうそう、あんこ相性がね、はい、いいね、あんこいい、いいね、いいですね、生クリームとあんこと抹茶美味しいね、うん、もうほら、うん、もうこんなに食べちゃったペロペロと、ペロペロといきましたね、美味しいですね、ごちそうさまです、ありがとうございます、うん、じゃあこちら、ちょっと待ってね、うん、村京さんの、ちょっと待ってよ、うまいよ、ちなみにですね、ソーシャルストリームで次のジャケ写は決まったなって書いてました、ね、それでいきましょう、はいですね、あのタイトルね決めてもらわないとね、あったったった加藤茶って加藤茶ってありましたね、はい、この、村京さんのですね、先ほど申し上げました神林店でございますけれども、はい、あ、しまった、これは読めないぞ村上市、なんて読むのこれ、牧野目砂山でいいんですかね、多分ね、牧野目砂山1262でございます、はい、はい、セブンイレブンさんの確か隣の隣ぐらいですね、はい、分かりやすいところにございますので、ぜひお越しください、はい、今回ご用意したこの村上茶のロールケーキ、これ315円でございまして、はい、非常に、お得な価格になってるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ皆さん、村上お立ち寄りの際はですね、村京さんで、はい、ロールケーキ、もちろんクレープの方もですね、お召し上がりいただければというふうに思いますと、また今週も勝手にご紹介ということでございますはい、実はこの村京さんのクレープは非常に有名なんですけど、先ほどホームページ見てたら、ピアバンダイのセルフ片山さんに、ちょっと数はそんなに多くないですけど置いてらっしゃるそうですね、ですので新潟市内の方もぜひ、ピアバンダイの、セルフ片山行かれると村京さんのクレープは手に入るということでございますので、もしよかったらお試しくださいということでございます、さて今週の番組もそろそろ終わりということになってきましたが、すいません、ちょっと長くなったような気もしますが、出だしがちょっといろいろ、ちょっといろいろありましたのでね、はい、はい、さて今週小宮さんいかがでしたでしょうか。もう今週もまたためになりましたね、毎回来るたびにですね、ちょっとずつそういう IT 関係のことが分かるようになって、ちょっと電子書籍のね、今後が気になるのと、あとは本当にね、ツイッターとかそういう、本当ね便利なものなので、やっぱり悪用しないで、あとはやっぱりそう言ってもやっぱり人間とのつながりとか信頼関係のもとでなってるので、コンピューターを通してでもやっぱり人間の絆っていうかね、温かさっていうのは忘れないで使いたいなと思いました、素晴らしい、素晴らしいコメント、ありがとうございます、締めとしてもう最高ですね、この後に佐藤さんのコメントもらうのがちょっとハードルかなり高くなってますが、はい、コメントくれるんですか、一言、はい、今週いかがでしたでしょうか、はい、今週もですねいろんな情報を提供していきましたけれども、皆さんがですね本当に一人一人さまざまな考えもあるとは思いますけれども、相手のことを考えながらですね、楽しく活用していただければ何よりかなと、そのように思っております。楽しくがね一番ですよね、はい、そうですね、ということでお送りしてまいりました、コアラとゆるゴルゴ IT ニュースナウもですね、時間になりました、今週もご覧いただきましてありがとうございました、関係各方面いろんな方からのスポンサーをお待ちしております久しぶりにちょっと言っちゃいましたが、はい、ということで、来週もこの、木曜日、夜9時半にぜひ、このプラジ TV ご覧いただければと思います。それではまた来週お目にかかります、はい、バイバイ来週も見てね、見てね、コメント